演舞開演。どうも、本日はこちらスッポンあられエビハラ風味を食べたいと思います。こちらも先日のわさびあられと同様に検証で当選したものです。こちらはどんな味なんだろう。わさびは強烈だった。では、食べてみます。ん、こちらは純粋に、はい、エビの風味と塩気が効いたとても美味しいあられです。やっぱり、あられはこっちの方がいいな。わさびは強烈すぎた。エビ、好きです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。